はい、どうも皆さんお待たせいたしました。肥満成人の大地と申します。新年明けましておめでとうございますということで、今日はですね、まあ、その新年の挨拶と部屋紹介の方を今日ちょっと撮っていこうかなと思います。部屋紹介動画を撮ってくれというリクエストがすごく多かったので、まあだいぶやってないと思うんですよね。もう部屋紹介最後にやってからも半年以上はもう経ったのかなと思うんで、どんな感じになってるかっていうのをね、皆さんにお見せしたいかなと思います。まずは新年の挨拶ということで、2020年になりました。今年はね、ついに東京オリンピックの年ということでね、本当にめでたい日ですよ。去年はですね、動画の、進路変更といいますか、今まで実写動画を出していたのをやめてゲーム実況者として活動していきますっていう報告をしたじゃないですか。そんで、まあそっからずっと本当もうゲームの動画しか上げていないんですけど、まあ今年からはですね、やっぱりそのちゃんとした本当ゲーム実況者としての太一というものがもうスタートしたという感じだと思うんですよ。まあね、そのすごい皆さんからその昔みたいな動画を出してほしいとかいう声はすごい未だにね来るんですけど、まあ、これもありがたいことではあるんですけど、やっぱ一応ね、もう僕の中ではもうやっぱその路線で行こうと決めているので、もうやっぱちょっとそこら辺は大変申し訳ないですけど、皆さんの気持ちにはちょっと応えられないという形です。だからできればそのゲーム実況者の太一として、まあ今後もまあ見続けていただけたらなと思うんですけど、まあかといってね、その実写動画を一切撮らないのかっていうとそういうわけではなくて、一応その実写チャンネル用の太一ブログというチャンネルがあります。そちらでね、こうまあご飯を食べる動画だったり、まあ作る動画だったり、まああとは旅行の動画だったりなんかをね、今後もアップロードしていこうとは思っているんですよ。もしもね、いやゲーム興味ない、実写だけ見たいっていう方がいるのであれば、まあ太一ブログの方を見ていただけたらなと思います。でもゲーム実況チャンネルの方ではですね、まあメインチャンネルなんですけど、まあそっちの方ではまあほぼ毎日生放送とかしてるんで、まあなんか交流したいっていう方がいればね、ぜひコメント欄でこう何か言ってくれればもう答えますし、まあ答えたくない質問とかは仕方しますけど、はい、っていうことなんでね、まあ今年からね、ちゃんとゲーム実況ね頑張っていこうと思いますので、皆さんどうか一つよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ部屋紹介していきましょうか。さあ、ということで、じゃあ部屋をまず開けていきましょう。はい、じゃじゃんと、まあ部屋を入るとね、こんな形でございます。じゃあね、メインとなる PC 周りはちょっと最後に撮っておきましょう。まあ、まずは本棚の方から。まあ、本棚の方は実際ね、本とか全然置いてないんですよね。まあ、ここら辺はおなじみの、あれだと思うんですけど、まあ、これは昔飼っていた愛犬のココちゃんですね。フレンチブルドッグのココちゃんです。僕がね、高校2、3年の時にちょっと亡くなってしまいました。で、ここね、沖縄の、シークバーサーじゃねえよ。名前忘れちゃったけど、お守り紙ですね。はい。で、これはうちの母親が作っているブレスレットですね。その、ちゃんとね、そう、資格持ってるんですよ。資格っていうかなんだろうね。ちゃんとなんか検定というかなんかわかんないですけど、持ってるみたいですよ。これ作る。で、下がこれ帽子ですね。僕は帽子が好きなんですね。いろんな帽子かぶります。あとはこれが主によく使っていくカバンですね。これ持ってってますね。最近はこれ使ってる。消臭剤ですね。やっぱあるとないとじゃ違いますよね。あとリセッシュね。朝起きたら布団を畳んでシュッシュですよ。で、これ三脚ですね。あんまりそのゲーム実況者になってから使ってないですね、これ。で、こっち行くとなんかまあ絵があって、で下がなんかこれ編集ソフトの説明書ですね。フォトディレクターとパワーディレクターの編集ソフトの説明書と。で、これはね、あの声の形のブルーレイですね。で、これはまあちょっと学校のやつで、ドラゴンズドグマ、バイオハザードアンブレラコア、ダイングライト、モンスターハンター、デッドバイデイライト。で、これがね、僕が少年野球通ってたとこのチームの
記念品です。で、メガネケースがあってリップクリームですね。口がねカサカサして噛むけちゃう。これ必需品です、僕にとってのメガネ拭きクリーナーですね。これがねないと困る、本当にメガネすぐ曇ったりね汚れたりするんで、これで拭いてます。で、まあ、ティッシュがあって、これ GoPro の、なんかアタッチメントっていうか付属品というかカバーですね。で、これ僕の財布ですね。僕の財布これなんですよ。小銭入れに全部入れてるっていう、ちゃんとした財布持ってないんですよ。で、まあここら辺はいろいろとなんか物を入れるやつですね。まああんまちょっとなんか見せられないかな。で、これがお洋服入れるところで、またこっちに行くとカバン帽子がありますね。ハット、ハット好きなんですよね。ハット系がすごく好きなんですよ。これは結構使ってます。でも最近はでもやっぱさっき言ったようにキャップかな。でもこっちハンチングも最近は被ってますね。で、これがもう一個カバンですね。こっちをね買う前はねこっち使ってました。ただもうこっち買ってからこっちですね。まあ服装によってはまたこっちにもしたりするんですけどね。で、これがですね、あのグリーンバッグでございます。 L 型のね、あのグリーンバッグ、まあ、どういうものかっていうのは、まあ写真でも貼っておきましょうかね。これで、背景を抜いて実況しているわけですね、生放送と。で、まあここがお布団でございます。メイン行きますか。まあ、皆さんここが一番気になってるんじゃないですか。まあざっと遠くから見るとまあこんな形です。ゲームの生放送とかもまあこんな形でやっています。まあいわゆるね、まあトリプルモニターですよトリプルモニター。まあこのでっかい、まあこれテレビなんですよね。うん、このテレビでゲームをやっております。で、ここにロジクールのウェブカメがあるんですけど、まあこれをねちょっとミニ三脚にねつなげて、でこういう形でねやってるんですよね、椅子に座って。まあ一つ一つ見ていきましょうか。これはね、あのテレビ台じゃなくて、そのなんだろう、立てかけるスタンド、テレビスタンド、テレビスタンドにこうつなげてるわけですよね、うん、かけてるわけです。で、またこれ何がいいってね、ちょっとまあほこりまみれだけど、棚がねこう2つついてるから、まあこれ任天堂スイッチがあって、でちょっと Wi-Fi が置いてあって、でここに PS4 が置いてあって、ケーブルがねすごい汚いんですけど、まとめるためのあのなんて言うんだろう、カバーじゃないけど、まとめるためのあるじゃないですか、なんだろう紐っていうか、それがねちょうどなくなっちゃったんですよ。違うところに使ってて、ちょうどなくなっちゃったからもう今なくてもういいやどうせまた後で買うかって言って、まだ買ってなくて、ちょっとこうブラーンってなってる状態なんですね。はい、この大画面でねゲームをやるっていう素晴らしさ、もう半端ないですよ。で、一応こっちがパソコンの画面でございます。縦モニターと、まあ、横モニターって。編集はここでやっております。で、何か調べ物とか、なんかちょっと動画を見たりとかするときは、こっちに開いて見てますね。うん、で、まあ、机周りなんですけど、すいません、ちょっとなんか本当も生活感ただっぷりでね、申し訳ないです。まあ、これ目薬ですよ。もう、YouTuber、ね、動画編集する人たちにとっては必需品じゃないですか。やっぱ目薬はないと困ります、目が痛くなっちゃうから。で、これが、ヤマハの AG03 オーディオミキサー、オーディオミキサーっつうんだっけこれ機械名すらもね忘れちゃったっていう。あの動画編集するときはここにイヤホンをこう繋いで、まあ、ここから音出して聞いたりとかしてますね。あとは PC ゲームなんかもここから音聞いてます。で、これマイクビーンって繋いで、これスタンドがロードのマイクアームで、すごくいいんですよ、やっぱ。高いだけはある。マイク自体はオーディオテクニカの AT いくつだっけかな、俺。名前が今思い出せない。いつもね、こうやってマイク使ってね、実況してるんですね。はい。オーディオテクニカのなんだっけかな、うん、結構高いんですよ、これも。PS4 のコントローラーがあって、そんで、こっちにね、ミックスアンプですね。
アストロのミックスアンプで、まあこれがあるとすごく便利です。PS4 にも使えるし、PC にも使えるしで、音量をここでも調整できるんですよね。ボイスだけ、ゲーム音をこうでっかくする、ちっちゃくするっていう調整ができる。これすごく便利です。で、ゲームキャプチャーがエルガトの HD60S ということでね、これ使って配信しております。でね、タンブラーをよく置いてますね。まあ、こんなんか水なんですけど、やっぱ喉乾いちゃうんで、水を飲みながらやっていると。で、これがね、別売りなんですけど、バウヒュッテのキーボードデスク？なんつうんだろう、後付けなんですよね。まあ、キーボード置くやつです。で、これがね、もうずっと何年も使っている、ロジクールのトラックボールのマウス。これ、もう長年使ってる、もうこれが楽。だって、ここ、親指だけ動かせばいいんだよ。楽だよ。で、これがね、ロジクールのキーボードで、なんだっけ、これ。名前がね、覚えてないです。メカニカルキーボードですね。こう音がいいでしょ？この音がさ、すごくいいの。テンキーレスで、で、なおかつ、エンターキーが、このタイプのやつで、音が、って鳴るのが欲しかったの。ちょうどこれがね、欲しい時に発売されて、うわ、マジか、超ドンピシャじゃんと思って。で、これが、また、ほんと俺、バウヒュッテですごいなんかもう、デスク統一されちゃってるんですけど。で、これもバウヒュッテなんですよね。PC の、デスクトップ PC のなんかケースっていうか、なんだろうね。なんか二つ置ける。うん。ここに、これデルの PC なんですけど、PC ここに置けるし、ここにも置けるし、前は俺ここに PS4 とか置いてました。上のところにね。すごく便利です。はい。あれですね。もともと PS4 買った時に入ってたコントローラーですね。で、外付けハードディスクが1個だけですね。ここにあります。もう本当にもうそれぐらいだけですかね。僕のもう PC 環境を言うたらもうこれだけです。はい。そんなにいっぱいいろいろなんかものがあるわけじゃないんで、他の方に比べるとちょっとね、つまんない部屋なんですよね。はい、じゃあもうこれから編集したいと思いますんで、また今日の夜やるかな、生放送やると思うんで、まあその時にお会いいたしましょう。それじゃあグッバイ。